三室ロは、名家の価格を有する公家。藤原北家、藤原真夏流日野流柳原書流。家業は、文学、家道。江戸時代の家録は130国。家紋は鶴丸。明治維新後、オスヒカリが死者区に除せられた。柳原修行の三男誠ヒカリを祖として、江戸時代前期に創設された。当初は、北工事と称したが、 漢文5年7月、願いにより、三室戸とと改めた。誠光の兄の柳原氏門は、霊元天皇のいとこにあたり、武家天壮を務めて、幕府との交渉に活躍し、特に、針間公藩主、浅野長則が、京王役を務めた際に起こった人情事件の時に、江戸城に下校していた。歴代当主のは多く三位飛三議だったが、三村は三議に、農工は、 県大名言に昇進している。江戸時代までは、河道の武神竜家元を名乗っていたが、稽古の時に、これを三十県桑名市にある寺に譲っている。和光は、大正年間に伊勢神宮の大宮寺となり、おす光の古地公は、平安神宮宮寺となっている。高志公は、昭和初期に、貴族院死者区議員にご選されたが、院内でも切手の右派として活躍。 昭和九年には、斉藤内閣の商工大臣だった、中島熊吉を十三年前に、俳句道人雑誌に寄稿した、足利高氏再評家論をやり玉に挙げて、菊池武を議員と共に徹底攻撃して辞職させた。ほか、翌昭和十年に起きた、天皇機関接事件ではやはり、菊池と共に、見延べた月地議員を追求して、辞職に追い込み、さらには、岡田内閣に迫って、 国体名調整名を出させたりしている。高志校の長男ためむつは、昭和13年に、東京高等音楽学院の大塚文教授を、東方音楽学校としてを独立、創設した。その後、東方音楽大学に続き、東方音楽大学附属東方中学校、高等学校も作られた。三室と八梅孝治とも片野子、ヘレーゼータメ村の次男、レーゼイ、サダキ 藤波博広忠の六尾国立歴史民俗博物館の急行給料取調調べ庁データベースによると、幕末期の三室溶け量は山城国続き軍内里村のうち130国であった。ありがとうございます。